お疲れ様です。ドレスバイカーなんですけれども、あの今ちょうど何回か録音に失敗しましたですね。すごい。こう喋った後、なんでもしちょっと元気がない。声だったらすいません。やはりこれを作ったポイントとしてはこう。僕がバイク乗りではないっていうところも一つポイントかなと思います。物事ってや,やっぱりこう。主観的な部分ばかりこう入ってしまうとですね。僕がバイク乗りで、例えば自分を主語として。 考えていくよりかは「ファイク乗りであればこうだったらいいな」っていうのをちょっとこう強引にある程度強引にファッションのこう強い気持ちを持ってですね取り組んだもので。 なりますやっぱりこう光の中にこう疾走していくようなあのものに対抗するならばこう漆黒の絶対ブラックがいいだろうと漆黒のブラックの色に身を包んだライダーがですね光の中にこう消えていくようなそういう,こうシチュエーションを考えてイメージして作ってます。ですのでこう反射していくようなこの YKK の,のエクセラのファスナーだったり。 黒一色っていうフィールドでの挑戦だったので黒一色って決められたらどうやって存在感を表すかもうそれは立体感とコントラストでしかないと思ってえ立体感を最大限まで強調させるためのこの蛇腹そしてこのファスナーだと思ってますやっぱりこうライダーってブーツをあのくるぶしまであのやけどしないためにくるぶしまで隠れたブーツを履くと思うんですよえそれに合わせた存在感が引き立つ こうブララックデニムででバランスをとってるんですよね普通のこのブラックデニムを履くとあのバランスがブエンジニアブーツとバランスが保てれないと思うんですよねある程度こう、えー、存在感のあるブーツに合わせていく作品じゃないといけないなと思ったので今回はこう存在感と立体感っていうところに着目をして作ったものがドレスバイカー J です。 まああとシシチュエーションですよねやはりバイク乗りさんがこれを履いてですねフレンチとかにもドレスコードがあるところにも行けるっていうその振り幅が僕はかっこいいと思ってるんですよねじゃあロックって激しい音楽で激しいパフォーマンスって思われがちなんですけれどもそのロックっていうのをピアノでこうしっぽりと表現できる人ってすごい魅力的なんじゃないかなと思うし。 えー、例えばまあ X とかもそうなと思うんですけれどもなんかこう激しい曲があるのにちょっと涙が出そうになるバラードが壮大なバラードがあるっていうのはこう幅を感じるんですよねミュージシャンとしての。クリエーションってその幅が一番魅力的だなと思っていて。 でで、えー、ドレスバイカーっってていいいうのすすごくいい名前だなと思ってるんですよやっぱりそれに幅を感じるからなんかアグレッシブなアイテムなのにそのシチュエーションでドレスでもいけるんだよでも単車にまたがれる好きな愛車にまたがれるその幅クリエイティブに言うとコントラストっていう言葉なんでしょうけれどもその実際の意味でもこうコントラストがある作品そこがやっぱり魅力的だと思うんですよ。だから えー、バイクに乗らない人も逆に言うとこのフレ,ンチをフレンチ料理とかレストランでドレスバイカーを履いて楽しんで食事をしていただきたいですしあこういうバイク乗りの人たちってこういうパンツを体感してるんだな。 ってていいいう風に感じてもらいたいですし逆に言うとバイクを乗りながらですね実際に単車乗りのバイカーたちが「これレストランにも履いていけるパンツなんだけどねちょっと履いちゃってるわ」っていうようなちょっとこうクスッと笑ってしまうようなですねそういうシーンを想像しながらバイクで疾走してもらうっていうのもすごく何て言うかなこうラグジュアリーな気持ちを持ってですねバイクで突き抜けていくようなそういうバイカー っってていいいいううのもまた魅力かっこいいんじゃないかなって思うんですよねやはりこのその、えー、シチュエーションっていうものをこう最大限ですねこうレストランのドレスコードからアグレッシブなバイクのシーンまで対応ができるっていうその二面性を持つっていうところがこのドレスバイカーの一番の魅力のポイントなのかなというふうに思ってます。 やっぱりなんかシルバーとブラックってこう圧倒的なこう青春のプレミアムカラーっていう感じがあるんですよそのバイク僕も憧れてたんですけど単車にスティードとかドラッグスターとかなんかやっぱりこうマフラーのところのこうギラつくようなシルバーとあとそれに対するタンクとハンドルのちょっと艶めくブラック。 っていうなんかこのコンビネーションってなんか青春真っ盛りの時の超高級カラーというか高級カラーコンビネーションというかそういったところをまあ言ったらこうブラ今回のドレスバイカー J もそうなんですけれどもブラックとシルバーが醸し出すこう最高級の青春の高級感ですかうんなんかそれそういった部分はかなり意識してちょっと。 こうバイカーなんだけれどもこうファガッセンらしくアグレッシブな、えー、バイカーズデザインっていう風にこうに目指してターゲットとして制作したところっていうのはあります。ちょっっとうまく説明できていなかった,らすいませんただまあ僕がこうやっぱり作るっていう僕自身がファガッセンっていうものをクリエイトしているこのファッションをやっぱりファッションが勝たないといけないと思ったんですよね。 あのファガー・ッセントはあくまでもファッションブランドなのでバイクにまたがるためのこうバイカーズデニムを作るわけではなくてあくまでこうファッションを作っていくんだという心持ちで制作をした、えー、バイカースタイルになってますですので 1%2% っていうのはギリギリのところでこうファッションとしてのこうスタイリッシュ性っていうのを求めて作ったものになってます。